ヤクルト。そちらただのおヨーグルトじゃございません,んヤクルトのおヨーグルトですわ。ヤクルトの。ヤクルトのおヨーグルトですわ。おヨーグルト。ヤクルトのヨーグルト。ソフール。美味しい。ティサラミ。オレマン私と同級生のソフール。それを知って、あの同級生が活躍しているとなんかこう嬉しいじゃないですか。まさしくそうで。 なんかずっとソフールが実は私と同級生でこう同じ時代を歩いてきたんだなと思って親近感がすすごい湧いてい湧てたんですねで今日 CM を撮るときにその私撮影前に必ずヨーグルトを食べてあのヨーグルトジュースを飲んだりとかその自分で作ってなんですけど昔からしてたんですねだから家出る前にヨーグルトを食べて出るっていうのがもう本当にずっとやってきたことなんで。 なんんて縁があるんだろうと勝手にでしかも同級生で活躍していてあなんかいい CM になるんじゃないかなってすごく思って今日はあのワクワクして天気もいいですし最高な気持ちでここに来ました楽しかったです初めてなんですけど一応共演者の方がいらっしゃるんですけど 全然姿が見えない天の声さんんだったんですねで天の声さんだからこうお芝居にはなるんですけど体がないけれど声でこうやり取りするので最初は本当に高い声のサロメさんが話すのでちょっともうあの笑ってしまって <laughs> あこんなに高い声で言われるとちょっと笑っちゃうんだなと思ったんですけどあのリアルな感じで監督さんがあのリアクションしてくださって。 構いませんっておっしゃったので本当に自分の素の状態で、えー、ナチュラルにお芝居させていただいて、まあ、お芝居というよりほとんど私です、ね、<laughs> あの私の普段の私がここに立ってソフールを手にして、えー、声をかけてもらったことに対するリアクションみたいな感じだったので芸能のお仕事を始めて30年去年で経ったらしいんですが。 初めてのかかこううナチュラル感というかあの本当にこう素の気持ちで、えー、ここに立てたという感じでした今日はあの。ルーティーンっていうのが意外にないんですけど最近そのルーティーンというよりも自分があの今まで人の目を意識してこう 生きて,きている部分が少しあったんですけど40歳を超えた頃から人の目を気にせずにやっぱり自分の気持ちに素直に従ってあの歩いていきたいなと思うようになってきたんですね。でそれから例えば友達とこうどっかに食べに行った時飲みに行った時何かをする時なんかにあのみんながじゃあ人言った注文したものにじゃ 私もそれって言ってて言あんまり自分のこう意見を言わずに今まで <laughs> 来たんですけど私は全然違うちょっと物が食べたいなと思った時にそれを言ってみようって思ったんです。であの人と合わせるだけではなくて自分らしく自分の食べたいものをそこで言えるようになろうって思って最近はなんとなくそれをこうモットーにあの心がけているというか。えー 人と会わせるだけじゃなくて自分が素直に従って思うことをしようっていうことを最近 <laughs> してます小さい頃うちの祖母があの国語の先生だったんですねなので言葉をすすごいい大事にしている人だったんですあのどこから語源が来たかはそういう映画やドラマはあるらしいんですけど 「いつも心に太陽っていう言葉があのうちの祖母がとっても大事にしていた言葉でこの言葉をいつもこう私は胸に抱きながら今日まで来てるなっていうなんかいつも大切にしていることってそれだなと思ってなんかこう人生ってうまくいくばっかりじゃないじゃないですか。もういろんな突然起きる 辛い出来事とか悲しい出来事なんか当たり前のようにあるからそんな時でももう本当に落ち込んだり辛かったりした時でも必ずいつも心に太陽っていうのをこう思いながらあの今まで来たのでこれをずっと大事にしてそうすると自分のことも照らせるしまあこういう職業柄やっぱり見てる方だったりが何か 優しい光だったりあの輝いているもので心が少しでも救われたりとかなんてできたらいいなと思ってあの、はい、うちの祖母のその言葉が私の中ではずっと心がけるというより大切にしてきていてあの日々過ごしてます。まずあの私ソフーールプレーンを 今日も CM で本当の,あのソフールのプレーンのタイプを口に入れるんですけどほっとすするんですよねなんかあの、まあ、疲れた時っていうか仕事で疲れた時もそうなんですけどあの大体小腹が減って夜 <laughs> あ,のあんまりちょっとがっつり食べるのはなっていう時にソフール食べようってなってあの食べるとお腹にも,もちろんなんですけど匂いに癒されて。 気づいたらなんか本当にほっこりするなって思っていつもなんか夜ここ最近のちょっと私のブームで夜ヨーグルトいいんじゃないかなと思って朝にその飲んだり食べたりもするんですけど帰ってきて疲れた時にそうすると余計リフレッシュできてそのさっきのそのリフレッシュができるのがさらにレモン味になってこれ私もともとレモンが大好きであの子供の頃 牛乳とレモンを合わせたら美味しいんじゃないかと思ってやったら分離しちゃったんですね。でなんかこううまくできないんだなと思って、でもなんかレモンとそのちょっとこう、まあ、乳製品というかこうあの合わせたりしたいなと思ったんですけど、これがうまくなんかマッチしていて食べた時にフレッシュなレモンの感じとかがするんですよ。でそれでさっぱりするからあのホッとするのとさっぱりするのでこう癒される感じがさらに。 深くなっていて、まあもうこれはもうちょっと夜のヨーグルトのあのブームの中に一つ入ってきて、はい、皆さんがなんかこう、まあ朝元気つけたいとかっていう時もいいんですけど、夜その疲れを取ってさっぱりしたいなっていう時なんかもレモン味はまたすごくいいと思います。内田さん入られま、はいどうすよろしくお願いします。 内田由紀ですよろしくお願いします。場所の設定はああいうホリゾントの空間で掛け合いをしていただくという形がいいかなと思います。まやりづらければおっしゃってください。はい。ここで。はい。はい、<laughs> お客様こちらからもヨーグルトをご提供します。ヨーグルト。<laughs> これ聞いといた方がいいですね。先にね。そうですね。じゃないと笑っちゃうんね。

そうです両方ともそうはいはい、はい、お願いしますありがとうございますはいへぇ、えー <laughs> 美味しい <laughs> 本当に美味しいです <laughs> やりやすい <laughs> 本当に美味しいんだよねはいありがとうございます <laughs> ごちそうさまでーす <laughs> はい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 。はい。レボン。はいはい。オレモン。そうです。あオレモン。あの声出さなくていいんです。出しレモン。わーありがとうございました。面白かった。ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございます。